吉沢亮は日本の俳優、東京都出身、アミューズ小族、趣味はギターの練習。特技は剣道で小学校から高校までの約9年間ずっと続けていた。剣道は2段の腕前を持っている。2012年の炎の体育会 TV 剣道部団体戦にてその腕前を披露し、初戦で2年連続日本一の女子高生と2戦目で、 実業団ナンバーワン大塚家具女子社員を相手に勝利している。また、2014年8月9日、放送分での対決でも勝利している。剣道は関東大会優秀選手に選ばれたこともある。漫画から飛び出してきたかのような、炭性な顔立ちが特徴で、ストレートな二枚目よりも暗くて、癖のある役や、 どこか残念な三枚目を演じることが多い。サマーソングで共演した朝霞高台からは、隣に座ってるだけで銅像が座っているようと言われ、狼少女と国王子で共演した二階堂ふみは、舞台挨拶で輝きがボロボロこぼれてた。平成のアランドロンのような輝きがあると吉沢を紹介した。2018年下半期ビビ国宝級イケメン、ランキングで1位を獲得。 須田まさき、山崎賢人に続き三人目の伝道入りを果たした。自らの性格を人見知りと評しており、高校時代は友人があまり多くなかったことをインタビューなどでも語っている。広瀬すずとは一ヶ月ほど、夏空で共演し少し期間が空いてから、一度死んでみた、で共演し、再び夏空の撮影に戻り、約一年間一緒に撮影をしたが、 お互い人見知りのため出会ってから話すまで半年近くかかったそう。太字表記は主演。ありがとうございます。